はいどうも、ティーチャーです。今回はね、新しいイベント来てますね。ということで、こちら見ていきましょう。イベントからですね、押してもらって、これかな？月見の位置ですかね。絶対違うと思いますけど、こちら来てますね。で、これがなんかね、新しいタイプのイベントみたいなやつで、あんまりちょっとね、ルール分かってないんですよ。なんでね、一緒に見ていきましょう。で、こちらなんですけど、ルールとしましては、イベント期間中指定されたミッションをクリアすると、月餅を獲得できます。で、なんかその自分のゲットした月餅を販売するのかな、うん、販売したらなんかムーンコインっていうのが獲得できるみたいですね。で、そのムーンコインでこのアイテムですかね、この報酬一覧があるんですけど、これをゲットするみたいな感じですかね。報酬一覧なんですけど、まず見ていきましょう。一番いいのはね、この左上ですかね。左上のこの衣装ですね。金枠衣装があるんですけど、これが一番可愛いですね。ショップで見ましょうか。これですね。これ配布の衣装なんですけど、クオリティ高くない？これめちゃくちゃ。で、これなんですけど、一応進化もありまして、色が変わるみたいですね。専用のチケットがあれば、交換できるみたいです。これめちゃくちゃ良くない？超可愛いよね。で、これなんですけど、なんかアンロックとかあるんですよね。これもいまいち僕分かってないんですよ。これアンロックしちゃっていいのかな？アンロック。ちょっとやってみる。はい。あ、足りない。コインが足りないって出ますね。なんでコインを集める感じですね、やっぱり。で、コインの集め方としては、この月餅を獲得をして、これ受け取ると。これ受け取って、受け取って、売る？この売るってやつですかね。売却する数を選択とかあるんで、まあ600、どうなんだろう。まあとりあえず人に売るんですかね、多分。このシェアとかがあるんで、誰かに売るみたいな感じなのかな。たくさん一気にやって売った方がいいんですかね。まあでも一旦売ってみる、これで。売ってみましょうか。なんか単価とかがあってね、いまいちわかんないんですけどね。ちょっと売ってみましょうか。はい。600、あ、616。え、もらえたのかな？あ、616もらえた？あ、もらえたっぽいね。まあだから、これは、今多分616あるんで、これを、まあ15000貯めていくみたいな感じのイベントですかね。まあなんでミッションですね。この辺のやつ。まあ毎日ログインだったりミッションとかですね。これをクリアしていくと、もらえるって感じかな。で、期間が、9月26日から10月14日までとなってますね。で、この感じ、今やった感じだと、今4つ、このなんか、月餅使って、616だったんで、あと6個ね、これミッションクリアすると月持ちもらえるんで、まあ大体1500ぐらいは1日行くのかな？行きそうな気がするんで、まあ10日ぐらいやると行けますかね。まあおそらくこの販売価格が毎日リセットされるんで、微妙にズレはあると思うんですけど、まあこちらのミッションはね、毎日やるようにしてください。交換するおすすめのものとしては、この金枠の衣装と、この専属の衣装チケットですね。これ結構高いな、でも。これ高くねえか、結構。うん。いけるか、これ。なんで、2つ、どっちも交換するってなると、23000いるんで、まあまあいるな、これに関しては。まあなんか、これ、売ってみるっていうのをね、やってみた方が多分いいのかな。まあ、軍団とロビーにシェアとかができるんで、ちょっと一旦シェアして、どうなんだろうな。高い方がいいのかな。なんかみんな価格高くね？なんかその高いのみんな。あ、でもロビーとかでなんか高い人かな。まあ、例えばですけど、この辺だと、まあ、400とか行ってる人がいるんで、そういう人のお店に入って買うっていうのが一番いいのかな、効率としては。なんで、今さっきの僕のやったやつやんない方がいいかもしれないですね。わかんないっす。人によっては販売価格が、435とかなんで、こういうのを買った方が得なのかな？ちょっと一旦ね、このでもミッションとかやった方が、あれだと思うんで、ちょっとミッションやろうかな。3キルするっていうのがあるんで、これちょっとやっていきましょうか。はい、ということで3キルね、してサクッと。ミッションクリアしたいと思います。いや、あれあんまりわかんないですよね、ルールが。どういうことなんだろうな。あいつ逃げる気だな。待て。あいつ、おい、待て。おお、あいつ逃げてんじゃねえかよ。逃げられたよ。めちゃくちゃ逃げるやん。いてて。え、本物だよね。おぶね。いたんかい。いるね。ガソスタだな。あれ？銃声したけどね、今。わ
ファーストスターじゃないのかな。頼む、3キルしたいだけなんだよ。出てきてくれ。なんかおる。ありがとう。なんか来た。さっき逃げたやつだな、こいつ。待ちなさい、あなた。オッケー。とりあえず3キルしたんで、もう OK ですね。皆さん、ありがとうございました。さらばだ。え？さらばだ。はい、ということでミッション、おそらくクリアしたと思うんですけど、これですね。はい、3つもらったんで、売るでいいのかな？あれ？結局単価が、あ、買えばいいのか、他の人から。あれ、もう、わけわかんなくなっちゃったよ。どうすりゃいいんだ？だから、ロビーで、探して、高い人探せばいいのかな？まあ、400とかの人が理想ですけど、まあ、380とか？買える？あ、やっぱ買えるね。こういうことですね、やっぱり。皆様、先ほど言ったことは間違いでしたね。ごめんなさい。なんで、今回のイベントなんですけど、ロビーで、めっちゃ高い人探してください。この中だとこれかな。427は高いね、相当。427はめっちゃ高い。435、一番高いかも。435、これですね。ここに入って、買うと。はい。これが一番利益ありますね。はい。なんで、僕のやつ、めちゃくちゃ単価低いですね。なんで、これを買うと。はい。これですね。これです。このやり方。はい。このやり方、これです。今のは、3コイン使って、じゃあ3月持ち使って、約1000ぐらいゲットしたんで、これめちゃくちゃいいですね。他の人の高いやつを、高い人のお店を探して、ミッションクリアするって感じですね。まあ、なんで、多分まだこれね、ミッションまだもう一個クリアしてないんで、もう1000ぐらい多分上がるんで、1日頑張れば3000とか行くのかな？もっと行くかもしれないですね。ということで、こちらのイベント、ぜひやってみてください。いや、ちょっと今回のイベント難しくて、理解するのは大変だったんですけど、これはちょっと今回ちゃんと解説できてると思います。はい、っていうのとね、明日から、新しく復刻ガチャ来るみたいで、電動ガチャのスワンレイクですね。あのガチャが来るみたいなんで、興味がある方はね、ぜひそちらも聞いてみてください。はい、ということで今回新しくイベント来たんでね、紹介させていただきました。こちらの衣装ね、欲しいんで、ちょっとね、頑張ってゲットしたいと思います。ということで、ありがとうございました。